フランク王国メロビング朝は、ゲルマン人であるフランク族の氏族のサリ族が築いた、フランク王国における最初の王朝である。メロビングの名は、子祖、クロビスの祖父、メロビクスにちなむ。四個に分割相続して、以後分裂、内紛を繰り返して衰退した。フランドルを支配していた小国の王クロビス一世が、勢力を伸ばし領土を拡大。全フランクを統一し、 481年、メロビング朝を開いた。496年、クロビスは、カトリック教徒であった妻との約束により、ゲルマン人に定着していたアリウス派キリスト教から、カシン4000名と共に正統派のアタナシウス派、キリスト教に改修した。これによって、急にシローマ帝国貴族の支持を得、領内のローマ系住民との関係も改善された。506年に、 西高等部位への戦いで破り、その王をアラディック2世を戦死させ、イベリア半島へ駆逐、王国の半島を広げた。メロビング家のフランク族支配を確立したのは、キルデリク1世とその子クロビス1世である。キルデリク1世の時代には、異教的な宗族が強かったが、クロビスは496年カトリックの洗礼を受け回収し、同時に主な重視も回収した。 トゥールのグレゴリウスによれば、508年に、ランスの司教、レミキウスによって、宣令を授けられて回収したという見方が有力となりつつある。フランク王国は、ゲルマン諸部族の中では、比較的早く政党進行を受け入れた国であった。クロビス即位当時北ガリアでは、ローマ人のガリア軍司令官シアグリウスがほとんど独立した政権を維持しており、 大体の地のネウストリアのあたりを支配していた。486年にクロビスはシアグリウスとソワソン付近で戦って勝利し、その支配地域を併合した。クロビスは491年にチューリンゲン人を服属させ、496年にアルマン族と戦い、ブルグン島王の命でカトリック教徒であったクロティルダと結婚した。507年には 当時強制を誇っていた西郷土族を破り、アキテーヌを支配下に収めた。クロビスは晩年に有力なフランク人貴族を抹殺し、メロビング王権を確立した。511年の死の直前にはオルレアンで公会議を開き、メロビング庁の教会制度が組織され、アリウスハイタンへの対処が話し合われた。分割後のメロビング庁、フランク王国。 クロビスの死後王国は4人の息子たちによって分割され、息子たちはさらに領土を拡大した。息子たちのうちカズトが死ぬと、その領土は生き残った国王の支配に服した。メロビング朝の分割は、王国を王の私的な財産と考えて行われたわけではなく、あくまでメロビング家の世襲財産として行われていたと見るべきである。したがって、王の数だけ、世襲財産の 持ち分が存在したのであり、資格のある王が数とになれば、摂取財産はその人物に集中する。6世紀から7世紀にかけての間に各分王国では徐々にそれぞれの貴族層が固定化され、それが地域的なアイデンティティにつながっていった。高まる各王国の自立性は、口述するクロタール2世紀の統一を最後に、メロビング朝を分裂へと導いていくのである。 クロビスの息子のうちで最後まで生き残ったクロタールが死ぬ頃には再び王国は統一されており、しかも地中海沿岸を支配していた有力なゲルマン民族国家はユスティニアヌス一世により滅ぼされるか打撃を受けていたためフランク王国はゲルマン民族の間で最も有力な王国となっていた。クロタールの王国は再びその4人の息子たちによって分割され、 長男シギベルト一世には王国東部が与えられ、彼の分王国はアウストラシアと呼ばれた。アウストラシアの王は飛び地としてプロバンスを支配した。次男軍トラムにはブル軍との支配が任された。三男カリベルトには王国西部をバッシキルペリク一世には王国北西部のベルギー地方が与えられた。567年にカリベルトが亡くなると、 その支配地は三分王国の間で分配され、キルペリク一世の分王国は、ノルマンディ地方にまで拡大されて、ネウストリアと呼ばれるようになった。613年、王国はクロタール二世により再び統一されたが、各分王国の自立性は強まっており、各分王国の貴族たちは各分国王の下で、形成されてきた政治的伝統を維持したいと、考えていた。教会政策。 編集614年パリで行われた教会会議の直後、クロタール2世はパリ直令を交付した。この直令は各文王国の貴族たちの要求を受け入れる形で、アウストラシアとブルグントでは救済を国王の代理人とするものであった。クロタール2世はもともとネウストリアの文国王であったので、ネウストリアは国王が直接統治した。 またこの直例で教会に裁判特権を与えた。この教会への譲歩については、王権に対する教会の指示を盤石にしたという見解と、教会への妥協であり、王権の整備であるという見解があり、アンリピレンヌは前者の見解を取った。こうして、各文王国で救済が特別な地位を認められるようになった。クロタール二世紀の時代は、 メロビング町の教会政策の転換期といえる。クロタール2世はアウストラシアのゲルマン貴族に支持されており、アイルランド修道制を導入した修道院運動が活発化した。一方、王妃ブルンヒルドを支持した従来のガロローマン的セナトール貴族と結びついた主教制度は衰退に向かった。これはメロビング朝フランク王国内の南北での教会会議の 開催数の差によって確認できる。ロアールガワイ南では同時期40回を数えたのに対し、アイルランド修道制があるしたロアールガワイ北のフランキア地方では640年までに5回のみであり、ロアールガワイ北では司教活動は明らかに衰退したのである。司教の出自もセナトール貴族中心から7世紀を境にゲルマン貴族が目立つようになってくる。 ゲルマン貴族が司教職に進出した背景の一つは、590年生、コルンバヌスによって設立された陸水輸修道院が、フランク貴族指定の教育機関となり、多くのゲルマン人司教の養成に成功したことである。クロタール2世は前日の614年、パリ直令において、聖職除人規定に言及し、パリ教会会議の決定に基づいて、首都司教に、 司教の除海権のみを認め、選出権は、当該教区の聖職者と信徒の共同体に限定した。しかし、選出と除海の間に王権による審査を経ての、除任令に基づく除人が必要とされている。HBL ズボールスキーの研究によると、教会会議に参加する司教のローマ名とヒローマ名の割合が7世紀を境に大きく変化した。 6世紀前半には出席者はほぼ全員がローマ名であったが、6世紀後半になるとヒローマ名が増加し、7世紀にはヒローマ名が約半数を占めている。7世紀後半から王国の行政及び財政を取り仕切る救済に実権が移ってゆく。特にアウストラシアのカロリング家をはじめネウストリア、ブルグンと三文国の救済が著しく台頭した。 714年から救済に就任していたカロリング家のカール・マルテルは教会から没収した土地を家臣たちへ与えて軍を再編。その後、732年にはイベリア半島から領内に侵攻してきたイスラム帝国のウマイア長軍をトゥール・ポワティエ間の戦いにおいて破り西欧・キリスト教世界に対するイスラム勢力の進出を食い止めた。五十一年に マルテルの子、ピピン三世が、ローマ教皇の指示を得て、カロリング朝を開いたことで、メロビング朝は終わった。後のカロリング朝と違って、メロビング朝では、多数の教養ある俗人が政府内に存在した。ピレンヌは次のような人物を列挙する。テウデベルト一世の長身であったアステリオルス及び、セクンディヌスは、修士学に秀でていた。 同じくテウデベルト一世に仕えたパルテニウスも、ローマで教養を身につけた人物であった。クロタール二世の王室財務官を務めたカオールのデシデリウスも、雄弁術やローマ法に精通していた。メロビング朝美術の代表的なメロビング朝から始まった、メロビング体という書体で描かれた装飾写本。ありがとうございます。